まあせっかくここ来たし、ちょっとお魚さんにもクッキーのかけらあげに行くかな。お魚さん、これクッキーのかけらあげ続けてブクブクに太ったりしないのかな。おちゃん、魚もアリも何も話さないからな。これでいいのかっていうのはちょっと疑問だけど。もらえるハッピーとかマネの量が変わってるようにも見えないし。ん？ 1 ハッピーだ。減ってるってことは、1日に何度もあげるのは良くないのか。1日1回あげると喜ばれるよ的な感じなのかな？そうなると、やっぱり本当におまけなのかな？あのお魚に餌をあげ続けることによって大きくなっていって、あ、お魚シールをもらいました。キュルリリリンみたいな感じはないってことなのかな？とりあえず、たまごっちが適切なコマンドを選択することによって先へ進むっぽいというのが分かったのは大きいね。多分あれ、どの選択肢を選んでも、選択肢を選ぶっていう行為自体をやっていれば、たまごっちは死なずに先へ進むけど、正解を選ばないと、成長しないよっていう感じなんじゃないかな。だから今のところはあれでいいと思う。まあ、もしかしたら何週以内に成長させきらないと無理とか、失敗扱いになるよとかっていうのはあるのかもしれないけど、まあ、ひとまずは悪くないっていう感じなんでしょう。宇宙刑事リッチマン。え？チビロボ刑事も正義の味方なら声を諦めろ。これは初めて見たな。ということはこれ、ベベさん的にはもう、脈なしってことなんじゃないの？というか、リッチマンはリッチマンで、なんか綺麗な花を持って行って、ピーツ姫に会いに行こうとしてなかったか？正義とは辛く孤独なものなのだ。だからこそ、選ばれた者だけが正義の味方になれるんだ。俺は正義の選ばれし者だったのか。時にチビロボくん、落とし物など拾っていたら回収するぞ。でも恋は諦めろって言われたこのタイミングで渡したらどうなるんだ？めめ、これは現れた。もしや私に対して、恋など諦めなければ正義ではないと思っていたか。何が正義で、何が悪だか、よくわからない。みたいな感じになるのかなと思ったけど、持ち主に返してありたまえ。サンキューチブロブ刑事。あれ、こんな反応だったっけ？これもしかして何度も渡したことによってリッチマンの反応が変わった？意外とベイさん脈ありなのかもしれない。だからピーツ姫に対して失恋して、もうこれは俺が正義の味方だから恋なんてしちゃいけないんだよなっていう風に諦めていたところにラブレターがあるんだよっていうのを見せびらかされて、うん、やっぱり恋は正義には不要だなって言って嫉妬している段階。これでベベからの気持ちがあなたに向いているんだよっていうのを正直に伝えることができれば、なんか発展しそうな気もするな。ちょっと気になってきた。なんだかんだな、ゾビンさんと、あれ、ピーツ姫のお話が進展したから、それと同じような感じで、ベベさんとリッチマンも意外と、進展しそうな気はするな。チビリッチマンとチビベベさんが見られるかもしれない。そんな日も、遠くはないのかもしれない。夜時間、セーブはまだしません。夜時間にトンピーにお話しして、お花を渡す流れは来ないかな。もうトンピーがあれ忘れちゃってんのかもしれないな。うん。だから、ラブレターを拾って読んだ直後か、読んで半日ぐらい経ったタイミングぐらいじゃないと、
あれなんだろうかな、回収できないんだろうな。ピッポーピロリ、ピッポーピロリ。さあどうかな。とりあえずパパさんが寝ている最中ということは、チビロボがお世話をしないといけないタイミングというわけだな。これで多分ぼやぼやってしている状態ではないのが出てくるんじゃないかな。この時、たまごっちをこのように操作するのだ。あれ？またぼやぼやしてんな。どうなんだこれ。ぼやぼやしているイコール叱るなのか、見た目は同じだけど、撫でた方が正解っていうパターンなのか。叱ってみようか。これで違いがわかるはず。あ、起きた。ハッピーもらえるな。ということは、あの状態は叱るでいいのか？この調子でハッピーハッピー。お、どうした？おー、たまごっちシールを手に入れました。チブロバさん、さすが、すごい。今は何も起きないみたいですね。これ、翌朝か、翌日夜ぐらいになったら、成長してて、チビロボありがとう。君がお世話してくれたおかげで、たまごっちが無事に成長したよね。ありがとうね。みたいな感じでハッピーをもらえるかもしれない。期待だね。期待大だね。さてと、ではベベさんにお話をするのをやろうかな。多分この上にいると思う。いないかな？あ、でも、そうか、キッチンかな。よく考えたら、ラブレターを落とすっていうイベントのために上にいることが多いから、ラブレター持ってる時にはこっちじゃないか。たまごっち関連のイベントも終わったっぽいので、また、あれだね。タイマーを10分に戻してもいいかもしれない。まあ、この夜時間が終わったら考えてみようかな。とりあえず、ベベさんは上にいたと思うので、向かいまーしょ。いったー。隅っこの方にはいるんだけど、割と存在感があるからな、怖いんだよな。また落としてしまいました。恋は人をどっちにさせるのでしょうか。このやりとりも何回目だろうな。バタン。ベベの日記を盗み入れなんて不届き者。チビロバさんでしたか。お分かりです。誰かに見られる前に探してほしいです。チビロボもトンピーもがっつり見てんだけどな。どうぞお願いいたします。そういえばこれで手紙見たかっていう話。選択肢あったよな。手紙返すときにちょっと読んだよって言ってみるか。それです、それです、キャー。まあ、この恋心、誰かに知ってもらいたい、でもうちに秘めてもいたいみたいな、そういうなんか難しい乙女心なような気もするけどな。わざと落としてるんじゃないか説はあるけど。めっちゃくれる。前もこんなにくれてたっけか。口止め料は高いな。チビロボさん、まさか読んでいないですよね。これ前は読んでいません、はいだったよね。読んでいません。いいえ、読んでいます。これで行ってみようか。がっかりですわ、この無礼者。普通に怒られただけだった。本当に見つかってよかったです。あとはこれを渡してしまえれば、あとでこっそりリビングに行きますわ。もう一回リビングに行って、あの反応を見る感じになるかな。でもね、このベベさんのお話と並行して、トンピーの話も進むとしたら、トンピーのお話が終わらないとベベさんのお話も多分進行しないんだよね。それを考えると結構、長引きそうだな。おお、いるな。だからここで話してしまえばいいのかな？逆になんか進みそうな気がするな、これ。はい、ベベさん。一生ここでお手紙を渡せないまま隠れているのでしょうか？さすがに疑問に思うようになってきたようだな。どんな形でもいいからリッチマンさんにお手紙を渡すきっかけを。ベベにください。どんな形でもいい？今、どんな形でもいいって言ったよね。つまりこういうことだ。シャキーン！どうだ？キャッ！メロメロになってる。ギッチマンさん？やっぱこのアクションは、それらしいっていうことなのかな。まさか、ベベに会いに？よ
く見たらこれラブレターに BB って書いてあるんだな。ベベか。あれ？リッチマンさんより小さいです。あなたはチビルボさんでは？違うよ。私はリッチマンだよ。驚かさないでください。そのサイズはチビルボさんですわ。どっちを答えても結局気づくってことでいいんだよな。どれだけ恋は盲目って言ったって気づかないわけはないもんな。シャキーン。あれ？また見られるな。ということはこれハイを選べるのか。ベビーに会いに。あれ？リッチマンさんより小さいです。まだはチビルボさんでは？これでハイって答えたらどうなるんだ？もう驚かさないでください。ダメか。ってことはこれはきっかけに ではないってこと？お化け。ここで渡さないと死ぬよ。後悔するよ。というのはどうだ？ぐぇー。ああ。あ、そういうこと？シャキーン。なるほど、こういうことか。大丈夫ですか、お嬢さん。ついに、ご対面か。怪しいものは見当たらないようです。お前の目は節穴か。べ、どうしていたのでしょうか。おや、それは、取得物かい？取得物かい？きゃ、リッチマンさん。ああ。確かに、受け取った。ご協力、感謝します。では、ごきげんよう。さらばだ。手紙が。渡しちゃった。リッチマンさんにラブレターを。お、ああ。ベベさーん。お前も死ぬのか。ベベさんから100ハッピーゲットです。その代わりなんか大切なものが抜けていったような気がしたんですけど。大丈夫なのかこれ。お、来たか。ベベシール。やったぜ。見てしまいました。あの恋文をベベさんがリッチマンさんに。そうですよね。考えればわかることですよね。お、ついに気づいたか。あの手紙、ママから私へのものではなかった。そうですね。やっと気づいたんか。私には演歌があります。前歌わせてもらえなかったんだっけ？ああ、落ちた。ベベさん。ベベさん。ああ、帰ってきた。私は一体、超になってリッチマンさんを見ていたような、すごくいい気分です。手紙渡したんですよね。だからきっといい気分なのですね。気持ちはまだ飛んでいるようです。それではキッチンに戻らせていただきますわ。ぬん。これはいいんだけど、トンピーはどうなるんだろうな、これ。てか、こうやっていろいろ反応見られるんだな。もっとやっとけばよかったか。物本かと思っちゃいましたよ。何着ても似合いますね。今年のベストドレッシュ、間違いないですよ。この業界人感ね。でもそうか、タオのパジャマで話しかけた時もみんな反応違ったもんな。ベベさんキッチンに帰ったということだし、せっかくだし来てみたんだけど、一つ思いついた。ネズミ？排水口の中にいたネズミに対して何かアクションができるのか？もしかしてタオの格好だったら話できるだり？そういう可能性もちょっと考慮してみてもいいかも。まさか手紙を渡せる日が来るとは、未だにあれは夢だったのかと思うのです。蝶になって飛んだようなすごくいい気分でした。ベビさんは結局芋虫状の何かってことでいいのか。でも相変わらずリッチマンさんはみんなのヒーローです。また蝶になったあの夢を見てみたいものですわ。また見たいの？でもお化けになったら抜けるわけではないんだよな。リッチマンが来ないと抜けないんだよ。キャー！抜けたー。いいのかこれ。もしかしてこの状態でどっか探索すると、
この蝶になってふわふわ浮いているベベさんをどっかで見られるのか？2階あたりにいたりするかな？ん？え？何あれ？なんか変なの見っけてしまった。てかなんか怪我人の状態になってるしな、間違えて。え？え？うまっ！こんなところにいるの？なんだ？あいつだよな、なんでこんなところにいるんだ？これは暑さに耐える修行者。体を扱ろうとも精神までは熱くせず、心の温度を保ててこそ心の視力がアップアップ。はあ、そうですか。ちょっとした変人だっただけでしたね。これを水で冷やしたりしたらなんかあんのかな。あるいはギッチョマンで冷やかしを入れるとか。暗いな。シャキーン。あち、無反応でした。こいつ関連も何かあるのかな。注射器。あ、何事にも邪魔されません。心の温度は一定温度。ダメか。でもさ、これ水ぶっかけたら冷えて、ちょっと助かりましたみたいな感じになりそうな気はする。でも夜この時間にこんなところにいたんだっけ？今までいたんかな？全く気づかなかったけどね。まさかこんなことになろうとは。でもとりあえず目標は見えたな。あの変な人が、あれ、例のお金を増やす作業にしか関係してないんだとしたら、まあ、あの人関連の何かが手に入るというのはないのかなと思ってたんだけど、ああいうところにいるっていうのが分かったら、ちょっと他のこと試したくなるよね。おはようございます。セーブはまだしませんが、ちょっとこれたまごっち関連も終わったし、タイマーを買い直してみようか。15分はやっぱり長いので10分ぐらいにしようかな。タイマー10。のんびり散歩を楽しみたい人よ。だからやることが分かってればタイマー5ぐらいがちょうどいいんだろうけどね。程よく散策もするし時間も進めたいっていう人にはこれぐらいがちょうどいいと思う。ということでやっていこう。それじゃあちょっと排水溝行ってみようか。排水溝にタオで潜り込んでネズミと会話ができるのかどうか。まあこんなところで会話もクソもないような気はするけどね。でもなんかな、ネズミのマークじゃないかなって思ったらちょっとそれにしか見えなくなってきた。これ。いやでもちょっと首細いな。違うか。ネズミさん会話できませんかね。あ、でも首細いじゃん。ワンチャンあるでこれ。お、倒れた。ん？ん？倒れたまんま？これもしかしてネズミ全滅エンド？ネズミ全滅エンドあるで。これはいいことを発見したぞ。タオでネズミを全滅させることが条件の可能性？これで、普通にぶつかっただけだと起き上がるけど、これだとぶっ倒れると。で、奥のやつは倒れたまんま。これあるで。ネズミを全滅させること、正解の可能性あるで。ついに発見してしまったかもしれない。あ、ネズミシールを手に入れました。キラリン。俺にはその未来が見える。やめるんだ。こっちを見るんじゃない。オッケー。なかなか強気じゃないか。暗いな。ふう。やってやったぜ。やってやったのだが。あれ？どっかにもう一体いたっけ？いないよな。あれ？じゃあ違うのか？俺の渾身の一発が、ダメだったのかもしれない。ここではないな。というか、この排水溝は、あれなんだよな。アリの巣らしきものも見えてんだよな。
そこが非常に気になるところなんだけど。間違えた。ネズミ倒せるんだけど、なんもないのかな、これ。これの上なー、めっちゃ気になるんだけど。あおん。ダメかい？ゲーチョーマン。ダメだな。この上が超怪しい。チビレーダー。何も反応はない。排水口も違うか。マーク的にはワンチャンネズミあると思ったんだけどな。まあ、よーく見れば全然違うだろうっていうのはまあ、わかるんだけど。さて、お話は進展するかな。たまごっち、パパさんが持ってるということは、これでたまごっち関連は完結するかな。ああ、見て見て、チビロボ。チビロボがお世話してくれたおかげで、立派な親父っちが出来上がったよ。まあ、めっちにはならなくて残念だったけど。でも、ちゃんと最後までお世話できて、パパ嬉しいよ。ってならないかな。で、完全にパパさんがたまごっちへの興味を失えば、今度こそプリモプエルを渡す可能性が出てくるんじゃないのかなという気がする。はい、パパさん。うひょー、むひょうれぴー。たまごっちは順調に育ってるよ。これもちびるぼが協力してくれてるからだね。33ハッピー。51マネ。ああ、でもまだ途中なんだ。途中なのに、たまごっちシールもらっちゃってよかったのかな。うん。プリモプイル渡せるんかな。まあ、パパさん、秋っぽいような気も、秋っぽい性格なようにも見えるし、意外と反応してくれるかもしれないね。というか、パパさんがここにいると、ピッチマンも自由に動けないから、それはそれで困るな。そういえば、全然試してなかったパジャマ Z。お昼ねー。あ、これ時間強制で進められるのか？朝になったー。あ、なんだ、これか、これなかなか便利だな。全然、試してなかったけど。なるほど。これパジャマは今後利用していきたいね。季節としてちょっと早めに終わっちゃったけど。まあいいでしょう。とりあえず何が今後進めていく上で必要になるのかちょっとわかんないですが。まあまだのんびりとやっていきましょう。あとちょっとな感じはするんだけどな。よし。じゃあ、一応別のところにセーブしとこっかな。よいしょ、ケイ。では、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしく。